プロジェクトミルキー・ホームズミルキー・ホームズミルキー・ホームズはかつて活動していた日本の声優ユニットプロジェクトミルキー・ホームズのメディアミックス作品の主題歌などで知られている本校では姉妹ユニットミルキー・ホームズ・フェザーズについても記述する2010年10月14日シャーロック・ホームズ像の前にてメディアミックス作品である探偵オペラミルキー・ホームズにおいて 主要な登場人物を担当する声優により結成された女性声優ユニットである。シャーロック・シェリンフォード役の三森鈴子、譲り崎・ネロ役の徳井青空、エルキュール・バートン役の佐々木・未来コーデリア・アグラウカ役の吉田・イの4名からなり、2010年に結成された。2013年にはアニメシリーズの5作目となる。二人は、 ミルキー・ホームズの主演を務める突起はズミ役のマナミと、明神河アリス役の伊藤彩紗により、姉妹ユニット、ミルキー・ホームズ・フェザーズが結成された。加入という形は取っていないが、ミルキー・ホームズとフェザーズの6人で活動する機会も多く、その際には、ミルキー・ホームズ・シスターズと名乗る。CD のレーベルは2012年までは、ランティス、2013年からは、 ブシロードミュージックとなっている。ミルキーホームズ、フェザーズの6名はいずれも響きに所属していた。ただし、得意青空は解散時点では響きに所属しておらず、解散を控えた2018年4月1日付で離れている。 同一事務所に所属するメンバーからなる声優ユニットでありながら由来するアニメを持つという点、メディアミックスプロジェクトの企画と声優の所属事務所及び所属レーベルがグループ企業であるという点で特徴的な声優ユニットだった。結成から10年を迎える2019年1月28日の武道館でのファイナルライブをもって解散。2010年10月14日。 ウェストミンスター宮殿のビッグベンの前にて2009年10月16日、ブシロードの企画したライブ、サタデーナイトライブ金曜だけど、にニて PSP 用ゲームソフト、探偵オペラミルキーホームズのプロジェクトの発表がなされた。メインキャラクターであるシャーロック・シェリンフォード、譲り崎・ネロ、コーデリア・アグラウカを演じる声優としてそれぞれ見積もり、 得意、ッタが紹介され、エルキュール・バートンを演じる声優は、エリーを探せ、と題したオーディションで先行する旨が発表された。この時点で、吉田は2008年から声優としての活動を開始したばかりの新人であり、三つ森、得意に至っては本作をもって、本格的な声優活動を始めている。声優ユニットの正式な結成日は、 ブシロードカードゲームライブ2012手公開オーディションの行われた2010年2月6日となるが、それに先んじて2009年12月より、三森、徳井、吉田の三人による、ラジオ、ミルキーホームズ探偵学院放送室の配信が始まっている。エルキュールバートン役の公開オーディションの最終審査は、全国7地区の決勝大会を勝ち上がった8名によって、争われ、 仙台地区予選を勝ち上がった佐々木未来が選出された。この時の最終審査には後にフェザーズの一員となる寺川学美が大阪地区代表として参加しており、このオーディションが彼女のデビューのきっかけとなっている。さらにはこの3年後にフェザーズに加入することになる伊藤彩沙も学美と共に大阪地区予選に参加していたことが後に明かされる。 2010年6月23日には、雨上がりの未来にて、歌手デビュー。以降は、精力的に音楽活動を行っており、電波研究者、カード・オフ・ファイト、バンガード、ランク王国など、プロジェクトから離れたところでも、テーマソングを担当している。ライブ活動にも、積極的で、2011年には2回のツアー、2012年には、日本武道館にて、単独ライブを行った。 プロデューサーの中村信之はこの武道館ライブがターニングポイントの一つになったと振り返っている。2013年1月24日には株式会社ドリームズカムトゥルー株式会社ブシュロード合同発表会にてミルキーホームズの新作アニメ化企画の発表黒と白をモチーフとした新キャラクター和ず役として 寺川学美の紹介、そしてアリス役選出のためのオーディション、ミルキーホームズシスターズメンバースカートオーディションの開催が発表された。2013年4月27日、大晩賀祭2013にて、オーディションの決勝大会が実施され、アリス役として伊藤彩紗が選出される。フェザーズというユニット名もこの場で初めて発表された。 2016年12月27日、2017年1月から放送のテレビアニメ、アキバズトリップ、ザアニメーションマイナスの ED コンピレーションプロジェクトに参加することが発表され、メンバーらもアニメ本編にゲスト出演した。2017年3月22日に新曲、ファイティングドラマティックが収録されたコンピレーションアルバム、アキバズコレクションがリリース。 5月には、同アルバムの発売記念ライブイベント、アキバズフェスティバルに、アイリー、イヤホンズ、AOP、エブリーイング、櫛田明、ミミメメミミ、モモイ・ハルコラと共に出演。2018年2月3日、ミルキー・ホームズ・ロード2ファイナルの企画をスタートし、2019年に解散することを発表。2018年6月9日、 ファイナルライブは2019年1月28日、日本武道館にて開催することを発表。さらにベッドライブ、ファイナルシングル、ベストアルバムブルーレイボックスの発売、新作アニメを含む2018年大晦日特番の発表もなされた。2019年1月28日、日本武道館にて、ラストライブ、ミルキーホームズファイナルライブ QED を開催。フェザーズともに、 すべての活動を終了し解散。2010年の結成から9年の活動に幕を下ろした。オフィシャルファンクラブ、ホームズ探偵学院は第7期をもって閉鎖した。2020年6月23日、CD デビュー10周年記念として、ミルキーホームズ4人によるラインライブ制配信を行う。探偵服を着用したメンバーの例。メンバーは、 イメージカラーに沿った衣装を着用することが多い、オリジナルアルバムミニアルバムベストアルバムコンピレーション、アルバムライブ映像作品テレビ作品館、番組レギュラー番組、ドラマライブ出演。ありがとうございます。